皆さん集合集合集合。ディズニーランドのキャラクターを描く企画第3弾。まず最初はネズミのミッキー描きました。第2弾、アヒルのドナルド描きました。僕の見た目を見て、ちょっと思うことはありませんか？そう。猫耳がついております。猫耳が。つまり今回は猫のキャラクターを描きたいと思います。はい。マリちゃんね。マリちゃん。もうね、回答が君たちから来ないのは分かっている。なぜならディズニーを知らないから。だから今から僕がマリちゃんを描くので見ててください。マリちゃん描きます。行くぞ。むずそう。ま、形からね、入るタイプなんで、あと、インクがピンクだったのいいですね。マリちゃんってなんかピンクのイメージがあるので。ちなみに猫ちゃんは、俺は猫ちゃん飼ってるから、得意っていう。そもそも猫描くのは得意な気がする。よ。よ。猫ちゃんこんな感じです。輪郭からまず描いていくと、こんな感じですね。あ、ちょっと鼻が尖ってしまったんですけども。ここ鼻と。どうしよう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 。目がさ、あ、目欲しいな。ちょっと、色が欲しいです。目が欲しい。目が欲しい、ここに。あ、オッケーオッケー。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。目、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、これ。ベチ塗りで鼻を伸ばしていこう。あ、なんか、これあれだな。マリーちゃんじゃなくて、アリスに出てくるチェシャ猫みたいだな。なんか足りないな。なんか足りないよね。チェシャ猫だ、これ。このままだ。なんだ。リボンだ、リボン。リボン。どうどう、マリちゃんどう、いいんじゃない？ディズニーのキャラクター描けるんだよ。スプラトゥーンで。完成しました。